はい、というわけで皆さんこんばんは。今日紹介させていただくのは皆さん大好きコカ・コーラ。コカ・コーラのあの味がどうやら復活したみたいなんで紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃじゃん。というわけでコカ・コーラピーチ格闘家10位。これね、去年飲みまくりました。ただね、気づいたらなくなっていて、なんかどうやらその時のものよりも桃感強くなってるみたいなんで、ちょっと飲んでいきたいと思います。しかもなんと恋愛成就ということで、恋にね悩む学生の皆さん、これ買えばって言っちゃいましたけども、これ買えばね、恋愛の方もちょっとボンバーしていくんじゃないかなというね、ちょっと験担ぎ的な感じになってます。で、なんか、QR コード読み込んで、LINE ポイントも当たるみたいです。あ、これ隠した方がいいのかな。まあ、いっか。はい、というわけでコカ・コーラピーチね、飲んで、レビューしていきたいと思います。まあ、美味しいのは当たり前なんですけど、去年とね、どこが違うのかっていうのをちょっと僕の舌で分かればちょっと言っていきたいと思います。まずね、鼻に抜ける匂いですね。若干ね、桃の、めちゃめちゃうまいです。あ、なんかね、スーッと抜けてく感じが、去年よりパワーアップ、絶対桃感強くなってますと思います。絶対強くなってます。これ、あのね、後味が割と桃結構強めに出てます。でね、去年これすごい美味しくてね、何本も飲んだんで、なんとなくわかります。はい、コカ・コーラピーチね、もう一杯。あ、なんかより甘くなったかな、より甘くなった気がします。なんか桃味が強いというか、これすごい美味しくてね、でコーラと桃のこの、まあ、うまいバランスが取れてるっていうんですか、すごいねバランス取れていて、非常にね、大好きです。な、本当に去年出た時何本か買って、で気づいたらなんかなくなっていたので、すごいね寂しい思いをしたコカ・コーラピーチなんですけども、場合によってはちょっと本当に箱買いしたいなと思ったぐらいこの味ね大好きです。皆さんもね、多分期間限定とかなのかな、なんかレギュラーメニューではなかった、やっぱりなくて、やっぱり一瞬ね姿消してたんで、これね、まあ皆さんも飲んで去年とまあどこが変わったのかね、ちょっと比べてみてもらえればと思います。でちょっとね、こういう ピンク色のボトルもね可愛くて、非常に、目につくんじゃないでしょうか。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.最後までご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録、評価よろしくお願いします。毎日投稿頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you next time.